電機メーカーに入って、まあ、最初東京に配属になって、まあ、すごくあの過酷なノルマというか営業活動をして、もう身も心もズタズタだったというか大変な思いをしたと思うんですけど、もうそれで辞めますって言ったんですよ、会社の方に。でそうすると、その書類が退職届が回る途中で、実は本社の方で人事部で誰か辞めたみたいだと、そこは気があるから細見行くかとって言われて、まあ、大阪に帰れるし関西に帰れるし、じゃあもう何もない行きますっていうことで、そこからですね、そこからたまたま人事の仕事って始めた。すごいなんか楽しいというかやりがい感じたというか、主に人事といっても採用の仕事が多かったので、やはり学生さんとの面こう直接会って、会社の PR であるとか仕事の内容であるとか、まあ、そういうの結構本当に楽しかったですね、うん、いや細見さんと会ってこの会社に入りたいと思いましたっていうような手紙はくれるんですよね、まあ、それはセールストークかもしれないんですけど、でもやっぱり私と関わったことによって、入社したいという気持ちになりましたって言われた時は、あ、なんかすごい嬉しいなって思いましたけどね。その人の人生にちょっと関わったって感じですかね。何それと何それって、今までこんなにやってきたのになんでそう思うって、自分のやったことが評価されてないっていうこともあるし、まあ、それよりもそのせっかく積んできたキャリアがそこで途切れちゃう、何のためにやってきたのっていうのがあって、もうしょうがないなと。でもまあ生活のためにね、やっぱり働かないといけないので、まあ、後ろ指刺されない程度の総務部長の仕事をやろうと。で、まあ、実際に転職活動もしたんですけど、なかなか50代でこういい人事のところってなくて、マガジンで、今度、キャリアコンサルタントという資格が国家資格になりますというふうなメールが来たんですよね。で、今までそんなに気にしてなかったんですけど、国家試験キャリアコンサルタント何と目に留まって、でちょっと調べて、あ、そうか、相談で次のキャリア考えるのかって、それのためのこうカウンセラーかコンサルタント、あ、もしかしたら自分のキャリア生かせるかなというのと、採用がものすごくやっぱ好きだったので、人と関わっていって次人の人生に関わるっていうことが好きだったので、特に今までやってきたことの資格としての集大成になるかなと、一つの形にあるものになるかな、うん、それで説明ができました。そうか、自分の思ってたことはこんなことだったんだなっていうのが、それぞれ理論で裏付けすることができたところ嬉しかったですね。あ、そうかそうかと、あ、そうだよねっていう感じですかね。あ、やってきたことはこういうことで意味があるんだよねっていうのがこう一つ一つ分かってきた。
言で言うと自己理解がものすごく深まったなって気がします、ね、自身に対してやっぱりなんか進む方向が見えてくるっていうんですかね。自分はこの方向でやっぱりやるべきだよね、やりたいんだよねっていうことが心の中で、落ちるというか本気になるというか、まあ、そんな感じでしたかね。なんかだから人のためになるとか人の役に立つとか、なんかちょっと良い、ちょっと少しでも良い関わりができたらいいよねっていうのが明確になってきた感じですかね。それが自分の中では一番大切にしてることなのかなって。でそのこれを仕事にしたいなと、このキャリアコンサルタントを生かせる仕事に絶対就きたいと。だからそこはもう強い思いを持って最後終わるまで思ったんですね。そういうちょっと人生これからどうしようかなって思ってる方とか、いろんな方いらっしゃると思うんで、まあ、そういう方はできるだけ多く関わっていきたいなと思いますよね。まあ、人生で関わるってことで、別にこちらがどうってことはないんですけど、なんか少しでも良い人生を送るためのなんか、関わりができたらいいな。その人によってその幸せとかなんとかっていうのは基準も違うし価値観も違うし、違うと思うんですよね。でもまあ自分が決め出た人生っていうんですかね、自分がこうありたいって思えた、あ人生は歩めたなと、歩めてるよねと思えたらいいんじゃないですか。走り続ける。もちろんそうですね。日頃も走ってますけど止まったら死ぬのかなって思いますよね。マグロみたいな人生ですね